落語家、青森県弘前市出身。血液型は O 型。出林、牛若丸。本名、笠井哲司。落語家になったきっかけは、専門学校在学中にたまたま見た商店で、桂ツラ歌丸を見て、緑色の着物を着たおじさんがいい人そう。だと思ったことだという。趣味は、アニメ、ゲーム、パソコン、ミュージアム巡り、台湾探訪を、 江戸文化研究等がある。古典落語も演じるが、得意な演目は、新作落語。ゲーム、桜大戦のファンだったことがきっかけで、学研アニメディアにて桜大戦コーナー、定劇スター、花組スターで連載を担当。舞台、桜大戦新春洋ショーにて、花組大喜利の監修、演出を担当するまでに至る。桜大戦のキャラクター、神崎すみれへの思いは、 特に強く、許可を得て、自身の語幕を神崎すみれにしている。落語芸術協会創立75周年、記念作品である、テレビアニメ作品、落語天女ゆいの原作者であり、主人公を、ただの父親役として自ら出演もしている。また自ら小説、落語天女ゆい、落語研究会復活編を執筆しており、作中に自分自身も登場している。 落語開発のライトノベル作家でもある。さらにコミック版、落語天におゆい、月島ゆい現代編に登場する、主人公ただの幼馴染みである、笠井哲次は、かつら歌和歌の本名を、自他共に認める、落語界切手の美少女コンテンツ2であり、おゆい DVD 第一巻の映像特典である、声優大喜利で、飛鳥山ヶ谷区の小島幸子に、 秋葉原で同人誌を買っているところを目撃したと言われていた。また、歌若はこの大喜利で、戦国両役の小林優と、ただ役の元沙織をやたらひいきしていたが、小島幸子にはきつく当たるなど、独裁的な司会ぶりを発揮していた。他にも、落語芸術協会、企画プロデューサーの肩書きで、期間、芸協の編集や、マスコットキャラクターバクスケを、 デザイナーの堀越和音と誕生させるなど、あらゆるコンテンツで活躍中。チャリティーやボランティア活動へも熱心に取り組み、平成4年から続いている、横浜市内の老人福祉施設での慰問講演は200回を超える。平成9年には、その活動が認められ、横浜市より厚労表彰を受けた。平成19年より、公益社団法人、 シャンディ国際ボランティア会が主催するチャリティーを生参加し、国内外で教育の大切さを説く活動にも従事している。2004年、桜大戦の舞台、新春歌謡賞、歌え花組。にて、大喜利の監修、演出を担当。2005年、マウスプロモーションのラジオドラマ、舞台、ホテルマウスに、出演、大喜利を監修。2006年に公開されたアニメ映画、 時をかける少女に主人公の父親役で出演。2008年4月からインターネット放送、あ、と驚く放送局にて放送中の夜遊びメールバトルに月1回第3木曜に講師として出演。2009年8月からインターネットラジオ、ポケラにて放送中の我が様が切るにメインパーソナリティとして出演。2012年韓流ドラマ、 18.29妻が、突然18歳にデザイナー役。2012年4月から、コミュニティ FM、市原 FM にて、桂歌若のおはよう市原に、パーソナリティとして出演中。2013年スタンダードマガジン、落語ドラマ CD3 部作、三つの愛、浜野則之、トーナス屋聖壇にて、落語監修、脚本、出演。 2014年テレビ東京、ドラマ24、青い炎にて、落語家役として、声優出演。2015年テレビ朝日、テレメンタリー2015、シリーズ戦後70年産、興軍大将笑いが国策だった、時代出演。2019年ウ、ウイナーエンタテインメント、講師に就任。落語の他に、東証新聞、タックニュース、 伝通法等に連載を持つなど多方面に活動。著書、監修、寄稿に、1話3分落語ネタ入門落語展におゆい、落語研究会復活編超高速落語特本、オタク川流、人は皆何かしらかのオタクです。落語 CD ドラマ3つの愛ほか、声優プロダクション、元気プロジェクト主催、元気塾の特別講師も務めていた。ありがとうございます。